特に土浦、うん、先輩で合流してご飯食べて、うん、何食べるつもりですか。寿司っす。美味しい寿司屋があったんで、前回土浦行った時、うん、何ていう寿司屋ですか。かっぱ寿司。どうも、眠い人たちというわけで、一般の方が来ても全発表した後にちょっとこの発表するのはちょっと心苦しいんですけど、はい、私松村さゆりはですね、27枚目シングルの活動をもちまして乃木坂46を卒業することになりました。ありがとうございます。あー、言っちゃった、言っちゃったよ。そうなんですよ、思ったよりちょっと、今週の日曜日に27枚目シングルの選抜発表があると思うんですけど、今回その27枚目シングルを持ちまして、乃木坂46を卒業しようかなと思いました。すいません、本当に。でもね、さゆりご軍団のライブも、すいません。なんだろうな、何をお伝えするべきなのかわからないけど、でもなんか今回この番組で言わさせていただいたのも、なんか結構なんだろうな、初期の私たちに本当に何もない、もう全然何も分かってない私たちに、初めてレギュラーで番組を持たせていただいて、でそこからずっと今日で8周年、8年間ずっとお世話になっていた番組、大切な番組なので、ここで発表したいなと思ったし、何よりもこうやって、なんだろう、この発表してる自分をみんなに見てもらいたいなって気持ちもあったし、このやっぱりコメントでね、つながれるからみんなともつながっていたいなと思ったので、ここで発表させていただきました。すごい、皆さん本当にコメントありがとうございます。じゃあみんな、今日が本当に最後かもしれないから気合入れて頑張ろう。はい、行くよ、頑張りマッチューン。